え皆さんこんこにちは和夫です、えー、今日はですね今度新しくえ本を出したんですけど「不思議の虫七節変な虫の変な暮らし」という本、えー、の紹介を兼ねて、えー、世界の七節の話ですね実は七節の仲間にはですね世界で最も長い虫それとですね世界で最も重い虫 この両方を含んでいるというすごいカなんですねナナフシはねこれはですね、えー、マレーシアに住む、えー、オートビナナフシセラピテスオートビナナフシですがどれくらい大きいかというとこれを見てください、えー、足を伸ばすとですね5 0ンチもあるという世界最長の虫の一つですねこんなナナフシが世界にはいるんだということで本当にびっくりしてしまいます そしてですね、えー、もう一つ世界で一番重い虫というのもマレーシアに住むこのナナフシは、えー、まあコノハムシにも近いという仲間ですが本当に大きいです重さがですねなんと 100g 以上とカブトムシの一番大きい種類よりもずっと重いんですねそして、えー、体の大きさも2 0ンチ以上あって、えー、体がトゲトゲ 触るとですねこんな風に足でですね、えー、しがみつくというか叩いてくるんですねこれが結構痛いんですよ日本でよく見られるのは枝七節とそれから七節もどきという、えー、種類ですね、えー、七節というのは七つ節があるというわけではありません実はもっと節が多いんですけども、えー、これは枝七節ですね 枝七節が、えー、前足を前に伸ばして、えー、七節のポーズこれは七節が隠れるための、えー、ポーズなんですね。そして七節の食事というのは、えー、葉っぱですこれは枝七節が、えー、富士の葉っぱを食べているところですが、えー、七節はどの種類も、えー、植物食で肉食のものはいません。 えー、これが七節もどきです七節もどきっていうのはまあ枝七節とよく似ていますがなんで七節もどきというと七つ節があるように見える、えー、そんなことから、えー、実は七つ節があるんじゃないんで七節もどきという名前がついたようです七節もどきもやっぱり葉っぱを食べますねこちらは枝七節です、えー、枝七節と七節の区別はですね、えー 七節もどきは触覚が短くて枝七節は触覚が長い、えー、そんな感じですね日本に一体何種類七節がいるのかということは実は簡単なようで、えー、簡単ではないんですね、えー、というのは七節は見分けが難しいので、えー、今世界で認められているちゃんとした学名がついたものですねミキサイのものじゃなくて、えー、そういう七節は 全部で十八種類知られています。七種の中には羽のある七節もいるんですね。七節っていうとまあ羽がないものが多いんですが、羽のある七節もいます。これは休まず飛び七節という七節です。この七節は結構ね歩くのが早いですね。そして触ると羽を開いて後ろ羽の 派手な模様ピンクですねそれを見せますね七節をね、えー、よく見てみると足がない七節いるんですねこれ足が取れてしまったわけですねこれ自節といってあの七節は触ったりすると足が取れやすいんですねところが驚くべき、えー、能力の持ち主で脱皮を繰り返すたびに取れた足がですね長くなっていくんですねだから小さな子供の時に取れた足は 大人になった時にはほぼ再生をし、これがねナナフシなんですよ。これ後ろ足が1本ここに見えます。2本後ろ足がここに見えますね。ずーっと行くとあここに羽がある。これは飛び習志だなこんな小さい羽がありますね。中足がここからこっちへ出てて、もう1本は前に行ってます。中足、そして先の方に前足を2本揃えて出したいですね。うん、ちょっと捕まえてみますね。はい、どうぞ。 捕まえると、こんな風に。なりましたかまるで、あ、動いた。ちょっと寄せます。あ、動いた。えー、こんなすごい顔の七節もいます。これは。ポパ。幽霊ヒ足アシ七節という。まあ、ニューギニアに住む。七節なんですね。このトゲトゲだらけで。恐ろしそうな。 顔をしていますが、おとなしいナナフシです。えー、七不思の仲間の歩き方というのはみんなこんな風にね。すごい。ゆっくりなんですよね、えー。これはですね。マレーシアに住む、えー、バーシブルオートビナナフシという種類ですね。相当大きい20センチぐらいある七節で。七不思議でなかなか立派な。ちょっと怖そうなえー。七不思ですね、えー。これはですね。 アミリストビナラフシというトビナラフシなんですね、えー。この虫にですね、こう触ってみます。えー、これどこにかにですね、虫が隠れているんですけどわかりますか。すごく大きいナラフシなんですよ。このナラフシ実はですね、50センチぐらいあるんですね、足まで入れると。えー、セラピテス大トビナラフシと言います。そして綺麗なナラフシもいます。 えこれはですね、えー、フィルム飛び七節という七節ですねずいぶん綺麗な七節ですそしてこれはですねセンス飛び七節、えー、センスのように黄色の羽を広げる七節ですねこれ驚かすとこんな風に羽を広げるですね、えー、こ これ今ね歩いていきましたけど結構ね歩くの飛び七節の仲間っていうのは七節の中では歩くのが早いですね今あの枝を登っていきました高い木の上に住む七節これはセンス飛び七節のオスですねオスはメスと比べると細くて小さいんですけどもすごくよく飛ぶ七節です